慶応4年1月の鳥羽伏見の戦いを初戦として戊辰戦争が勃発します。王政復興を経て明治新政府を樹立した薩摩藩、長州藩、土佐藩らを中核とした新政府軍、旧幕府軍、奥羽越列藩同盟、蝦夷共和国が全国で激しい戦いを繰り広げます。戊辰北越戦争において河合継之助と行動を共にした山本立脇は今町の戦いなどで活躍します。幼少の頃から神童と呼ばれるほど文武に秀でていた立脇、河合継之助と山本立脇の奮戦は今でも語り継がれています。戊辰北越戦争で長岡城2度目の落城後、藩主一家は仙台藩へ。長岡藩兵は仙台藩と米沢藩へ逃れた。今回紹介する山本立脇率いる40数名の山本隊は、会津へ向かった長岡藩家老河合継之助と共に険しい80里峠を越えて会津へ向かいます。慶応4年8月16日、重傷を負っていた継之助は峠を越えた先の塩沢村、現只見町の矢沢家で死去。享年42歳でした。継之助を亡くしてもなお険しい山を越え会津を目指しました。8月27日、山本隊は柳津町で新政府軍と戦火を交えます。その後若松城下に入り、おびただしい数の新政府軍と常に死と隣り合わせの遊撃戦を戦うこととなります。材木町の戦いで大勝利を収めた会津藩の佐川隊と長岡藩の山本隊はさらなる領土を確保するため新寺村へ向かいました。この辺りが当時の新寺村になります。今は住宅街になっていますが、戊辰当時は激戦の地になったそうです。鬼の官兵衛と異名を持つ佐川官兵衛隊と協力して阿賀川河畔で宇都宮藩兵を挟み撃ちにする作戦を行ったが、会津藩兵は敗走してしまいます。それを知らない山本隊は戦いを続けました。濃霧の中、宇都宮藩兵に囲まれ、敵味方もわからないまま9人が戦死、30数人は生け捕りにされました。会津藩との意思疎通がうまくいかない中での戦いで起きた悲劇でした。生け捕りにされた長岡藩士たちは中村半次郎の命により直ちに斬首されてしまいます。山本立脇と渡辺兵吉の2人は他の藩士とは分離されました。薩摩藩の軍官淵兵衛軍兵ら3人が越後での山本の指導力を知り、ここで処刑するのは惜しいと考え、除名するために山本へ詫びて恭順すれば命だけは助けようと降伏するよう促したのである。それに対し山本は毅然とした態度でこれを拒否した。藩主我に戦いを命ぜしも未だ降伏を命ぜず、山本立脇と渡辺兵吉の二人は新寺村の本光寺境内の庭木に吊るされ一晩を過ごします。渡辺兵吉とは山本家代々の家来で、兵吉は山本より3�歳年上の27歳。幼い頃より二人は藩校総督館で学び、共に武芸に励んだ幼馴染でした。従従関係より強く二人は結ばれていたのです。夜ともなれば急激に冷え込む会津の旧9月、監視をしていた宇都宮藩兵の記録によると、吊るされながらも兵吉は自分にかけられたむしろを足で引きずり山本にかけてあげました。翌朝、まずは兵吉が斬首されることになりますが、ここで兵吉の態度が一変します。ちょっと待ってください、私は実は武士ではありません。たまたま今回参加しただけの下男奉公です。
命だけは助けてください。弱々しく泣き叫ぶ兵吉に、処刑人はこんな情けない男はどうでもいいと、山本立脇を先に斬首したのです。山本の遺体を前に合唱した兵吉は、遺体の後始末を願い出ます。すべての後始末を終えると、兵吉は再び態度を豹変させます。先ほどは失礼つかまつった、故郷を出るとき主君の最後をしっかりと見届けると誓い申し出たゆえ、先に行っては約束が果たせませぬ。しかし今やすべてが終わりました。一刻も早く主人のもとに馳せ参じたいので、速やかに切っていただきたい。山本の遺体を野ざらしにされるのは許しがたいと願った兵吉の一世一代の大芝居による命乞いだったのです。兵吉の最後は一点の曇りもなく潔いものだったといいます。渡辺の勇ましさは武士の標本と見るべきである新政府軍からもこう言われたそうです。長岡藩士の墓は本興寺から少し離れたところにあります。当時戦場だったところを歩いていきます。住宅横にお墓の入り口を示す石柱があります。
余談ですが、渡辺兵吉には蓮吉という弟がいました。戊辰後、努力を重ねて開成学校、後の東京大学を経て文部省に入省、伊藤博文の秘書官なども務めます。そんな蓮吉のただ一つの心残りは、戊辰戦争後にお家断絶になっていた山本家のことでした。兄兵吉が忠誠を尽くした主君のことを蓮吉も忘れてはいなかったのです。山本家に優秀な人材を養子に迎え、なんとかお家再興を図ります。蓮吉が目をつけたのは、旧長岡藩士高野定義の六男坊でした。その時すでに海軍少佐になっていた高野五十六という青年でした。そうです、後に連合艦隊司令長官になる山本五十六、その人でした。さらに五十六、34歳、大正7年に結婚したのは旧会津藩士三橋康盛の三女玲子夫人でした。この事実に不思議な巡り合わせを感じるのは僕だけではないだろう。戊辰戦争末期、ふるさとから遠く離れた会津の地で散っていった長岡藩士たちの悔しさや家族への思い、そんなことを心から考えさせられる今回の旅でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか。これからも会津に関する歴史や戊辰戦争関係の動画を撮っていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。